うおー。本心さんのゼノコと手に入れたぞー。ということで皆さんこんにちは、クワトロです。ゼノコと掘ってたら運よく本心さんのゼノコとを手に入れました。でも、本心さんのゼノコとってどのくらい強いのか気になりませんか？私は気になりました。というわけで今回はこのゼノコとを使って、実際の月の編成で武器を入れ替えて、どのくらい予測ダメージが変わるのかを見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは両面キターンの神石編成からです。真ん中のウルペと、ゼノコトを入れ替えていきます。ちなみにユグ剣が入っていますが、オルペよりも渾身さんのユグ剣の方が強いので、今回はオルペと入れ替えます。337の上昇。ギリギリですがゼノコトの勝利ですね。ちなみにペルセと入れ替えたらどうなるのかと思い、そちらとも入れ替えてみることにしました。14,467 の上昇、こちらの方が火力が大きく伸びました。状況にもよりますが火力だけを求めるなら、選択肢に入る可能性はありそうですね。次は両面ユグマグのマグナ編成です。この編成ではバハ武器と入れ替えていきます。10,080の減少。さすがにマグナ編成でのバハ武器にはかなわないようですね。しかし、月の編成はマキラが編成に入ることが多く、マキラのバフは通常後陣枠なので、今回は試しませんが、ほぼ同等くらいの火力はあるかもしれませんね。ちなみに、撮影し忘れましたが秋の落ち葉と入れ替えたら、24,365 上昇しました。マグナの場合は、片面黒キリン編成であれば編成入りしそうですね。最後にゴリラ黒キリン編成です。大体は左のような武器編成だと思います。ここではスキルなしのゼノコトと入れ替えていきます。14,021 の上昇。これは渾身さんの凄さを実感する結果になりましたね。それでは最後に、虚空斧を入れて、オルペとゼノコトを入れ替えてみましょう。13,113 の上昇。ここでもゼノコトの勝利となりました。武器編成は敵やキャラなど、状況によることが多く、一概に決定的なことは言えませんが、全体を通してみると、両脇バイドおおむね火力は上昇傾向にあり、優秀な別枠武器として編成入りする場面がありそうな気がします。ゼノボフマナフで鬼滅戦は6月12日まで開催。ドロップ率もかなり上がっているので、この機会に厳選してみてはいかがでしょうか？気になっている方の参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローをよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。